こんにちは。朝9時です。いいお天気になっています。今日も大手まりの木の下に来ています。クリスマスローズ、いろんな色が咲いていますね。福寿草はまだちょっとつぼみの状態です。クリスマスローズ、黄緑っぽいの測ってみると約30センチありました。バタフライ水仙、カムラウデ、綺麗に開いてきましたね。背も高くなってきたので測ってみると約25センチですね。雨と雪のおかげで背が伸びました。昨日株分けした福寿草も、ピンとしています。株分け成功のようです。三種油です。綺麗な黄色になってきました。どうでしょう、咲いたでしょうか。アップにすると咲いたみたいですね。おしべと微妙にめしべも見えるみたいです。塀のところのクリスマスローズです。ここも綺麗に咲いていますね。雪の重みで、お辞儀してしまったかと思ったんですが大丈夫のようです。水仙ももちろん大丈夫です。11時になりました。綺麗な青空です。今日は本当にいい天気なんですがちょっと風が出てますね。姫龍金花は庭のあちこちに咲いています。花菖蒲の芽が見えました。天の冠、それから葉山の雪、白い花菖蒲でしょうかね。そして富士の輝き、これは藤色だと思います。椿、愛媛傘、赤いのとそれから、絞りが入っているの咲いてますね。これはいつものとは違う木です。いつものは鳥にだいぶやられています。半田山、少しだけ雪が残ってますね。綺麗な青空。昨日留守中に郵便屋さんが来てくれたんですが、配達を待っています。来ました。姫ひまわりが届くかなと思っているんですが開けてみましょう。ヘレニウムでした。紅花団子菊と読むんでしょうかね。なんか小さな芽ですね。プレートはもうとっくに作ってあります。開けてみるとこんな感じですね。2株届いています。これを、庭に植えようと思います。団子菊、一度失敗している気がしますね。慎重に植え付けたいと思います。もう一株はここです。この前買ったブリキのじょうろで水をかけています。なんとなく綺麗な水玉が出ているような気がするんですけどね。気のせいでしょうか。このじょうろです。使い勝手がとてもいいです。三種油、もう一度来たんですがさっきとあまり変わりませんね。ミニ水仙、ティタティタ、開花直前ですね。それからキジムシロ、一輪だけ咲きました。なんか早いですね。西洋オダマキ、ぐっと葉っぱらしくなってきました。急に成長するんですね。ちょっとびっくりです。丸尾です。ロールカーテンのところに隠れているつもりのようですね。本棚から飛びました。スローで見てください。今日も余震が何度かあるんですがその度に丸尾もピクッとしています。私もピクッとしております。こんな風にね、平和に寝ているのが一番ですね。今日はこの辺でバイバイにゃー。